埼玉県に向かっていきたいと思います。レッツに勝つぞ。見えへんタイプもあれやな、ラーメン屋の上に DVD 鑑賞のあのお店、しかもラーメン花月やし、珍しいスタイルやな。戸田ロジャース、マジで関西では見えへんやつやな。うん、ロジャース、すごい名前やな、スーパーな。ロジャースって名前な。NHK があった埼玉放送局、どーもくんおる NHK 埼玉放送局、初恋、FM 初恋。どうも。西側の浦和駅もこんな感じになって、ハルコ、あ、ジョーカー早く見て、ジョーカー早みたいな。ジョーカー2ねえ、パルコありました。やっと到着しました、浦和美園駅2002と2002ですね。いやお、最高。まあ、反対側のがね、あれなんですけども、いいですね、テンション上がりますね。やっと到着。はい、どうも、行きつけの銭湯です。温泉、温泉、温泉、温泉。パンパンやな、すげえな。誠にありがとうございます。すげえねー。最高かよ、芋煮。学校に置き換えると切れやすいです。
郡山駅でございます。そう、会津に行きたいんですけどもね、会津に行くんですけどもまだ時間があるのでちょっとこちらでお時間を過ごしているという形で、会津ですよ。久しぶりに来ましたよと、あいつはカマツ行くべ、あいついいですね、いいですね、いいですね、いいですね。この通りええよな、この通りすごいいいと思う。野口英世青春通りかな、みかん地区かな、ここもな。すっげえな、すっげえ白やな、ほんま綺麗。本店様店蔵と書いております。激渋やな、何やこの疾風板でもかっこええな。あ、ごめんなさい、後ろめっちゃ工事してます。すげえな、ええな。こっちの横の店もすごい、こういう歴史的なものをね、このまた改めてすんのいいよね。会津若松の朝でございます。日本ご当地ラーメン総選挙2024、雨ですが来ましたよ。昨日おったのに山形。美味しそう、美味しそう、これは絶対うまいやつやん。わ、すごい周りのラーメンがすごい匂いする。豚骨や、周りのラーメン豚骨や。
この辺りのね、静岡、東静岡市、青い区いいよな。なんか青い区に住んでみたいような気はする。うん、静岡市の青い区ね。分からん、住んだことないか分からんけど、とりあえず青い区です。こんなんある。飲めんだって。飲料用の基準を満たしてるんだって。すげえ。